自分で売ろうとしてるのに自分の商品のこと分かってないって、なんかもう無責任ですよね。無責任ですよって、もうなんか人格を否定したくなるとかも、そんぐらい僕は根本的な問題だったらなると思うんですけど。はい、皆さんこんばんは。公認会計士の小山です。本日もですね、小山のビジネスローン取っていきたいと思います。早いもので、いや長かった、今日で30本目なんですね。意外にビジネスローンも30本取ってきました。はい。まあ今日はね、そんな記念すべき動画なんですけど、テーマはね、全然たまたま30本目の、内容になっちゃったんですけど、今日のテーマはですね、営業。営業についてお話したいと思います。営業ね、まあセールスですね。で、前回の動画でマーケティング話してですね、で、マーケティングの時に、まあちょっとね、一部セールスの話もしたんですけど、今日はそのセールスだけのお話。まあ順番としてはちょっと前後してるんですけどね、セールスが初期の段階であって、次にマーケティングがあって、まあもっと前に話したメディア戦略があって、まあこんな感じでね、その、まあ自社の影響力だったり、そのマスへの商品の提示だったり訴求っていうのはどんどんしていくんですけど、今日はね、そもそも初期の段階、営業について、まあこの順番で来ちゃったんですけど、セールスについてね、お話したいと思います。ではね、いつもの通り3つのラインナップでいきたいと思います。ではまず1つ目、で1つ目はいつも通りですね、営業についての一般論をちょっとね、解説したいと思います。まあ営業の定義ですね、定義だったりフローを話したいと思います。で次2つ目、今日はですね、営業についてちょっといろいろね、考察してほしいってことで、もうこれはダメだよっていう意味と、こういうふうにやればっていう意味で、今回2つ目と3つ目はこういうふうに持ってきました。なので2つ目はですね、まずダメな例ですね。営業で、まあ、もう想像に耐えやすいんですけど、まあ、ダメな例と、まあ、僕も実際受けてきて嫌だった例、ダメな営業例っていうのを示します。で、最後3つ目ですね。3つ目、心がけることですね。まあ、実際私も心がけてますし、まあ、こういうふうにやるべきじゃないっていう、まあ、結構ね、初歩的な話をね、3つ目にして、まあ、そんな感じでね、お話したいなと思います。ではね、早速いきましょう。まず1つ目。営業に関する一般知識ですね。一般論をお話したいと思います。で、営業は簡単に言い換えると、これセールスです、セールス。もう売ることですね、売ること。で、マーケティングは、売れる仕組みを作る、売れる仕組みを作ると。まあ、なんなら自動化みたいな言い方をしますけど、まあ、要は、ベクトルがね、こっちから売りに行くのか。で、マーケティングは皆さん、お客様から買いに来てくれるのか。まあ、当然、後者の方がいいっていうのはわかるんですけど、とはいっても、前回の動画で言ったんですけど、最初はね、売りに行くフェーズっていうのどうしてもいりますよね。まあ、借りに行かなきゃいけないフェーズってあると思います。まあ、知名度もない、資本力もない、実績もないって時には、まず自分が01作らなきゃいけませんので、営業行為に関する01っていうのがこのセールスの段階だと思ってください。あの物を売るっていう段階の01ですね。で、売れる時代になればいいんですけど、まずはね、これ皆さんが通る道ではないかなと思います。ではまず1つ目、でセールスのことなんですけど、実はね、一般的な営業っていうのは4ステップあります。で、これはですね、僕も起業してから、とあるウィッグとかを売ってる上場企業のね、トップセールスマン、3年連続かな、4年連続か忘れましたけど、もうずっとトップセールスしてた営業マンから教えてもらった営業の4ステップってあるんですけど、それね、ちょっと踏まえてお話したいと思います。で、まずセールスするっていうのは買ってもらうのがゴールじゃないですか。でも実はいきなりね、当然売れるか売れないか0100の話じゃなくて、4ステップに分けれるんだよって話があって、まあこれ一般論なんですけど、まず1つ目ですね。まずアイスブレイクです。まあこれよく聞きますよね。今日の天気はみたいな話あるじゃないですか。今日いい天気ですねみたいな。実際こんなことやんないですよ。やっちゃダメなんですけど、まあそういうアイスブレイクに始まりですね。で、次に、ニーズの引き出しですね。いろんなお話をしながらですね、お客様の実際ニーズをね、どういったところがあるのかっていうのを探る。で、次に3つ目ですね。商品提示って言って、そのニーズにヒットするような商品をちゃんと提示してあげる。で、まあ、本当に細かい話すると、そういう風に自分が持ってる商品って決まってますから、特にね、一般的サラリーマン、自分が持ってる商材、これ売ってこいってなるわけじゃないですか。そうなるように、まあ実はニーズの引き出しを実はしていくっていう、まあプチテクニックはあるんですけど、まあ簡単に言うと、ニーズの引き出し。で、商品停止。最後4つ目っていうのが、これがクロージングって言って、まあ契約書を閉じる感じですね。印鑑をしてもらうとか、契約書をサインしてもらうとか、まあそんな感じっていう感じで、実際ね、営業を細分化した時に4つのこのね、アイスブレイク、ニーズの引き出し、商品停止、クロージング。この4つの段階で実はね、物って売れてる、まあセールするんだよ、みたいなことを、まあ教えてもらったし、一般的には確かに言われてますと。まあこれはあくまで一般論。で、結論ね、先ほど僕も言ったんですけど、アイスブレイクとかしてる場合じゃないですよ、実務はね。いい天気ですね、とか言ってると、ちょっともう、今って情報溢れてますから、購入者側、見込み客の方も、いや、こいつやってんなって思うじゃないですか。アイスブレイクからやってんな、みたいな。これってもう受け売りだな、みたいな、なっちゃうんで、まあ、そこ冷めちゃいますんで、今って、まあ、良くも悪くもやりづらい時代になりましたね。相手が手の内を知ってるというか。なので、あくまで一般論だと思ってください。まあ、といっても、その、原理原則が変わらないと思いますんで、まあ、いきなりね、クロージングするっていう、これはまあ、マナー違反ですから。っていう意味で、多分アイスブレイク、そう、伝統的なアイスブレイクじゃないんですけど、まずはね、自分の自己開示をしてみるとかですね、出身を言ってみる、で、同郷だったら仲良くなるみたいな話あるじゃないですか。っていう感じで、まあ、アイスブレイクのやり方はあるんだけど、アイスブレイクをすると。で、ニーズを引き出す。これも、アイスブレイクの段階って、まあ、イエスノートークじゃないですけど、いい天気ですね。あ、いい天気ですね。イエスノーしかないじゃないですか。これに関して、まあ、別にいい天気はもう別に、で、世界共通なんで、それに対して、いやいやいやみたいな話ないと思うんで、イエスノー。で、これ、クローズクエスチョン。で、次に、ニーズを引き出しっていうのは、これ、オープンクエスチョンっていうか、よりね、いろんな会話のラリーをしていくんですね。で、ニーズを探っていくみたいな感じにして、で、最後ね、結局は、最初からそれ売りたかったんですけど、まあ、商品提示って言って、あ、実はそれに
ね、その悩みを解決するこの商品がいいのがあるんですよみたいな、まあ、感じ自社のサービスでそういうふうな、ね、お悩みを解決するために生まれたんですよみたいな感じで商品を提示する。でそうと分かれば普通は買いますよね。あ、それそうなんですかと、じゃあうちが欲しかったやつじゃないですか、じゃあお願いしますと、で購入していただく、まあ、クロージングですねみたいな感じで、まあ、一般論はありますと。これまああえてまあこの座学的にはお話ししておきます。まあ使える部分はありますよ、大きくね。ただまあニュアンスは嗅ぎ取ってください。これをご丁寧にやってると、まあ、ちょっと興ざめされる部分は確かにあります。はい、で次2つ目、まあそういった部分もありまして、お勉強したところで次ね、ダメな営業例から逆にね、探りましょう。こういった営業すると確かにもう絶対買わないなと、なんならちょっと悪い口コミが広がるなみたいな。でいろいろあるんですけど、いくつか僕挙げてみて頭では理解できると思います。まあ一つが押し売りですね。もう買ってくださいとありますよね、どっかのなんかちょっとイケイケなあのところであると思うんですけど、まあ押し売り。あと話聞かない、結局ニーズの引き出しとかっていう話さっきありましたけど、これやっぱりとはいっても原理原則で重要で、話聞かない人いるんですよ。ニーズを聞いてこないというか寄り添わない営業ってすごいまあ受けてて嫌なんですけど、まあそれあたかも押し売り、さっき言いましたけど自分のもう売るものが分かってると、もうそればっかりやってくると。で3つ目はですね、売る気満々、もう見えてると、もうにじみ出てるのかもう見え見えなのか置いといて、もうとにかく売る気満々と。あと4番目、これちょっと僕あえて自分で挙げたんですけど、自社の商品のこと分かってない、これめっちゃ僕逆にもうイラッとするんですよ。 もはや買う買わないじゃなくて逆にイラッとしちゃう、なんか踏み込みたくなるんですけど、何かっていうと自分で売ろうとしてるのに自分の商品のこと分かってないって、これもうマナー違反ですよね。なんかもう無責任ですよね、無責任ですよって、もうなんか人格を否定したくなるとか、もう営業とかじゃなくてビジネスとか抜いといて、もう人間そのものを否定したくなるというか、まあ、そんぐらい僕は根本的な問題となると思うんですけど、ぜひこれ逆に注意してくださいね。今回は営業を学ぶ回なんで、もしこれ自分の商品についてちょっと自信がなければですね、もうこれほど恥ずかしいことないと思いますんで、もう誰よりのファンは自分だと言えるぐらい自社の商品、もっと言うサービスですねは分かってる。で売りポイント、むしろなんなら自分のところのデメリットが言えるぐらい、なんか自分のところの商品が分かってないと、やっぱこれって僕信用できないんですよね。できないし、あのダメなことかなと思いますんで、ぜひね今回4つ言ったのかな、押し売り、話聞かない、売る気満々で、僕が一番なんかその熱く語っちゃったのは自分の商品のこと、商品サービスのこと分かってない、もうこれはもう人格否定レベルなんで、ぜひねこれはやっちゃダメだって反面教師で、実際その反面教師もそうなんだけど、僕は今までこういうのを受けてきて、もう本当に、まあ、時間の無駄だったなと、まあ、僕が反面教師にした部分があるんですけど、ぜひね皆さんもこれは注意してください。はい、まあ頭では理解できるんですけど、まあ、ぜひねこれやらないというか、まあ3つ目最後心がけることにも踏まえて、これちょっとぜひ使ってほしいなと思います。で最後3つ目、心がけること、やっぱり押し売りとか話聞かないの僕対義語で持ってきてるんですけど、僕も本当にいつも心がけてるのが一つ聞くことですね。聞くことで、まあ、ニーズの引き出しとか、まあ、商品提示とかもあるんですけど、まあ、そういう伝統的なやり方もあるんですけど、やっぱとにもかくにも相手に関心を持って相手に貢献したいっていう、もうそのピュアな気持ちが一番大事じゃないですか。まあそれが僕言い換えると僕聞くことだと思うんですよ。でそれが例えですよ、自分の商品じゃなくてもとにかく聞くんですよ。まあ僕で言うと会計税務ですよ。一般的にはその会計とか経営に関わる仕事ができるしか逆にできないわけじゃないですか。でも聞けばですね、意外に例えば経費を削減したいっていう悩みがあるかもしれないじゃないですか。電気代が高いとか賃料が高いとか、そうなった時にもう本当にプロの営業マンじゃないですけど、本当に人として大事なのってそれを解決するすればいい、それさえあの守れば僕いいと思ってて、でいつもねやってるのは、自分ができないんだったら優秀な人いないかなって僕いつもその思考を巡らせるんですよ。であいたと、そうなればそういう人をつなげてあげる、これで結局一番の目的だった問題を解決するっていうことができるわけじゃないですか。でとにもかくにもそういった意味でも聞くことで、聞いて相手に寄り添うじゃないけど関心を持つことですね。関心を持つことで、自分ができるできないっていうこういう狭い考え方じゃなくて、自分のビジネスにならなかったとしても誰か紹介できないかなとか、僕の友達いなかったかなとか、そんな感じでぜひ、あの全然違うって分かってもらいますね。押し売りっていうのはあくまでも自分の何かエゴというか、自分の何かね、もうすごいダークな部分だと思うんですけど、その聞くで聞いて、自分が当然できる話であればお願いしますと、ありがとうございますと、ぜひね、あのお役立てできると思いますと、自信持って買ってくださいとっていう感じで言える。でできなかったとしても誰かね聞いて紹介して差し上げると、まあそういう感じっていうのが一番大事かなと思います。で次に信頼に足る人物になること、まあこれもなんかマインドセットというか人格論になっちゃうんですけど、まあ先ほどね商品のこと分かってないって人格否定って言いましたけど、やっぱり営業マンとして優秀かどうかではなくて、もう人としてですね、人としてもう信頼できるかどうか、そういう自分かどうかって、まあ自分の胸に手を当てれば、自分がね対峙してる相手の目の前にいるのが自分ですから分かるはずじゃないですか。これって正直悪意があるなとかですね、自分のことばっかり考えてるかなと、まあそこを、まあ、信頼に足る自分になるかどうかっていうのは結構前提としては大事かなと。まあ分かりますから相手も、で特に百戦錬磨の社長とかだと、もう容易にねいろんな人と会ってますから、まあすぐ分かる
かると思うんですよね。まあ、僕も、まあ、ステージがねまだ浅いと、もう僕もでも分かると思ってますんで、これ信頼たる自分になるかどうか、それが一番自分本人が分かってると思いますから、まあ、さっきのね2番目のダメな営業例の反面教師じゃないけど、ぜひねそうなってないかっていうのを胸に手を当てて、これはね変えれますから、もうそれやっちゃったなと思って捨てたらいいんで、そんなね悪い習慣は。ぜひ信頼たる自分になれるかどうか、ぜひ頑張ってください。で3つ目、これちょっと毛色が違う話で、体力お化け。やっぱ営業マンってどこにチャンスがあるか分かんないっていう部分で、やっぱねいろんな場に行った方がいいと思うんですよ。昼夜問わず、最初ねやっぱそのステージの時はですよ、最初実績作らなきゃいけない時はそういう風に頑張った方がいいと思うんです。で僕もやりましたよ、めちゃめちゃやった。でやっぱ信頼たるかどうかっていうさっきの話もなるんだけど、やっぱ体力があってどこまでもついてきてくれる人ってやっぱ面白いし、まあ可愛がってもらえるから人間関係構築しやすいと思うんですよね。そういった部分で体力っていうのは結構重要かなって。まあ体力、気合もあるんですかね、気合で頑張る部分もあるんですけど、そういった部分で経験談でいろんなね優秀な営業マン見てきましたけど、やっぱ体力すごい人いますね。体力お化けって言い方しますけど、どこからそのね体型もそんなゴリゴリじゃないのにどうやってそんなやれるんだっていう部分を、まあ、目にしてきましたんで、まあ、体力っていうのは重要かなと。で4つ目、潔さ。一方でなんかね気持ちいいんですよね。売れなかったら態度変える人見たことないですか？なんかああそうなんですかみたいな、急に態度変える人、今までねペコペコしてたのに、で急にこっちがお客さんじゃないって分かった瞬間に、もうすごい横柄というか、なんか手のひら返しあると思うんですけど、なんかねそこじゃない人がいるんですよね。もうそのビジネスじゃないというか、売れる売れないじゃなくて、たとえうちが買えないってなっても潔いというか、なんかそのまあなんかまたあれば言ってくださいねとか、それこそ逆に向こうから何か紹介してくれたり、あじゃあ僕ダメだったんですけど誰かねこういった人たちおすすめなんでぜひ会ってみてくださいとか、まあ、紹介しとくんでとか、まあ、そんな感じの潔さ、僕もね気をつけてますし、やっぱそのビジネスでの清潔感ですかね、ドロドロしてないギスギスしてないっていう部分はやっぱその大事かな。信頼たる人物になることっていうのもそうなんだけど、そういったソフトな面では潔さすごい重要かなと。でなんで潔いかっていうとですね、まあマインドセットのうちの一つなんですけど、結局営業って今売れなくていいと思ってるんですよ。今売ろうとするから、さっき言った通りね売る気満々押し売りになるだけで、別に長い人生のうちでいつかねお役立ちできればいいじゃないですか。でこっちのねむしろこっちでコントロールできることとして、いろんな人と会ったりですね、とにかくさっきの体力お化けじゃないですけど、こっちがいろんな人と会えばですね、別に今の目の前のお客さんですね、見込み客ですね、無理やりクロージングしなくても向こうから納得して売ってくださいと言ってくれるまで待てる、逆に余裕って生まれると思うんですよ。で簡単に分かりやすい例で言うと、まあ適切か分かんないですけど、モテモテになればいいですよね。モテモテになれば、まあ一人のね女性とか異性をですね、もうなんとかね引っ張り出して、なんかもう引きずり回して、なんとかクロージングしなくてもですね、もういつでもいいからもう俺と来ないよみたいな感じで、まあその豊かな気持ちでやってられると思うんですよ。っていう意味で潔さというか、まあ今売れなくても、あ今のお互いにはステージが合わなかったんだと、目線が合わなかったんだよね、でもうちは頑張って成長しますし、いつでも待ってますから、もう困りことがあればいつも言ってくださいねみたいな、まあ、めちゃめちゃモテそうじゃないですか。そんな感じで、まあ、今売れなくても OK、 それは別に諦めじゃなくて、ある意味自信なんですよね。自信の表れでそういう風に言えるような営業っていうのはめちゃめちゃ強いかなと思います。はい、なのでまあ今回ね僕が意識してることも合わせてですね、あと他人を見て反面教師じゃないですけど、これはダメだよねという感じで、ダメな営業例と心がけること、心がけてほしいことと、まあ実際僕もやってますって感じで3つ目話しました。はい、まず1つ目は、まあ、営業については一般論ですね、まあ、その 4ステップに分けて話しました。で2つ目ダメな例、まあ、とにかくもう悪ですね、悪っていう話をしました。もう商品のこと分かってないっていうのはもう論外。3つ目ですね、僕も心がけてるんですけど、まず聞くこと、まあ、聞くことから始まりますからね、まあ、聞くのが7割話すのが3割ぐらいのイメージですよ。はい、あとは信頼に足る自分、まあ、人格論ですね、あと体力お化けで、潔さで、なんでそう出てくるかというと、まあ、内なる自信から来る、まあ、今売れなくても OK っていう精神ですね、まあ、それは自分自信持ってるからだと思うんですよね。商品のこと誰よりもねしてて、なんなら買わなかったら損ですよって、まあ、腹の中で思えるぐらい、はい、まあ、そんぐらいになれば営業っていうのはおのずと結果出てるかなと、個人的にはやってて思いましたね。はい、ということでぜひね、営業、まあ、そのファーストステップとしては01作る段階ではですね、必ずいるスキルだと思いますんで、まあ、営業はねぜひまあ、これも研究してみていいテーマだと思いますんで、まあ、これを機にね実際、まあ、実務でやってみてほしいなと思います。はい、ということで本日もね、まあ、小山のビジネス論、今日は営業セール戦でした。はい、ということでまた次回の小山のビジネス論でお会いしましょう。以上になります。